マルト海南東岸のエストニア、ラトビア、リトアニアからなるエリア、バルト三国。この3カ国はハンザ同盟都市として発展したため、宗教や言語など文化的に似ている点も多くあります。三国の首都であるビリニュ、リガ、タリンの旧市街は全て世界遺産に登録されており、街歩きをすれば他のヨーロッパ諸国に劣らない景観を楽しむことができます。そこで今回はそんなバルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアにある美しい絶景スポットをご紹介いたします。バルト三国の中でも北欧色が強く、最も人気のあるエストニアの首都タリン。対岸のヘルシンキまでは船で1時間半。旧ソビエト連邦の一共和国でもあったタリンは、ドイツ騎士団が入植していたという中世の面影を今も保ち、ロシアと北欧それぞれの雰囲気も併せ持つユニークな魅力にあふれる貿易と観光の街です。城壁が囲う旧市街はタリン歴史地区として世界遺産に登録されており、まるで絵はがきに描かれたかのような美しい街並みが残っています。バルト海のリガ湾にあるエストニアで7番目に大きい島、キフヌ島。キフヌ島は生きた博物館とも呼ばれており、衣類、言語、音楽、手工芸品は全てユネスコの無形文化遺産に登録されています。現在でもエストニア語でクルトと呼ばれるキフヌ伝統のストライプ模様のスカートを履いた女性を見ることができます。リトアニア北西部の町シャウレイにある、見渡す限りの十字架が広がる十字架の丘。十字架の丘がこれほどまでに世界中の人々を引きつけるのは、5万本を超える十字架が並ぶ、一度見たら忘れられないインパクト抜群の風景。十字架が置かれ始めたのは1831年のロシアに対する蜂起の後、ロシアの圧政により処刑された人たちやシベリアへ流刑されたリトアニア人たちを悼んだ人々が一つ一つ持ち寄ったものと言われています。リトアニアとラトビアの国境付近にあるバロック様式の美しい宮殿、ルンダーレ宮殿。ルンダーレ宮殿は18世紀にクールラント大公のために建てられた2つの離宮のうち、夏の離宮として使用されていた宮殿です。2階建てで138もの部屋があるバロック様式の豪華絢爛な宮殿と、とても美しい庭園があることから、フランスのベルサイユ宮殿を模してバルトのベルサイユと言われています。町全体が世界遺産に登録されており、バルト海の真珠とも称されるほど美しいラトビアの首都リガ。町は新市街と旧市街に分かれており、旧市街は石畳で、美しい中世の町並みがそのまま残されています。一歩足を踏み入れると、そこは美しく可愛い中世の世界が広がっており、他のどこにも似つかない中央らしい、そしてラトビアらしい独特の雰囲気を感じさせます。レンガ色の街並みが周囲の森に映えるリトアニアの首都ビリニュス。
石畳の細い道が迷路のように入り組んだ旧市街には、ゴシック、ルネサンス、バロックなど様々な様式の歴史的建造物が残され、ビリニュスの歴史地区として1994年世界遺産に登録されています。リトアニアのトラカイ、ガルベコ城に浮かぶ島の上に建てられた城、トラカイ城。トラカイ城はもともと14世紀に侵略を防ぐ目的と祭事などを執り行う目的から、中世リトアニアの君主ケストゥティス公とその息子であるヴィタウタス大公によって建設されました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。